あの今までも何回かこう移籍をして新しい環境に移っていたこともあったので大きく何か変わったということはないですけど、まあ、その環境にあの慣れるまでは、まあ、少し時間がかかったかなという感じです。不安っていうのももちろんあるんですけど、まあ、それ以上にこう期待っていう部分も含めて新しい環境にこうチャレンジをするという気持ちでこういるようにしています。スポーツをやっている以上あの勝つことっていうのを、まあ、一番に考えてやっていますし、僕自身だけではなくてやはり周りの支えてくれている方たち、ファンの皆さん、ブースターの皆さんの笑顔になってもらいたいという気持ちがすごく強いです。練習の間だったり空いた時間におにぎりを食べてた思い出がありますね。まあ、自分自身あの新潟県出身ということもありますし、まあ、母親にツナのおにぎりだったと思うんですけど、なんかそんなに大きいおにぎりじゃなくて少し小ぶりなおにぎりを作ってもらって、お腹が空いたというよりは動いた後にまず何かをお腹に入れる、体も あまり大きい方ではなかったので、まあ、しっかりそういったところで栄養をとって、まあ、怪我をしないようにだとか体力をつけるようにっていうような意識はしてたと思います。体作りという部分ではあのすごく参考になるものだと思いますし、自分の子供はまだ3歳で少し小さいんですけど、大人以上に子供の方がこだわりが強いので、そういう意味でも最初の入りとしてはすごく飲みやすいので、ぜひ子供にも勧めたいなと思います。最初からこう大きな夢を持つことももちろん大切ではあると思うんですけど、大きな夢を持ちながらもクリアできるものをしっかりとクリアしていくことでこう自信がついていくと、さらにこう上達もしていくと思うので、まあ、まずはあの自分の好きなことだったり好きなものだったりっていうものにやはり興味を持つことで、こう団体スポーツであればチームとして優勝したい、まあ、個人スポーツであってもその活躍したいっていう気持ちになるので、小さな夢を一つずつこうクリアしていって、で最終的にその日本代表という夢にまで届いたので、その目標や夢というものには近づいていくんじゃないかなと思います。子どもたちがやりたいこと、興味を持ったことに対してやはりサポートをしてあげる、もちろんその厳しい言葉もかける時もあるとは思いますけど、一歩引いて目線でそこからしっかりとサポートしてほしいなというふうには思います。